コモドール64の内部の MOS6510 プロセッサ。右側のチップが MOS シドである。それぞれのチップは名前の下に製造年と週が記されている。MOS6510 は MOS テクノロジーが設計したマイクロプロセッサである。これは大きな成功を収めた MOS6502 に修正を加えたものである。 6502からの主要な変更点は8ビットの汎用 IO ポートを追加したことである。加えてアドレスバスが3ステートの動作となった。6510が広く使用されたのはホームコンピュータのコモドール64だけである。C64 と SX-64 の両方でプロセッサの拡張ピンはメモリマップを制御するために使用された。 C64 ではデータ設定テープレコーダーのモーターを制御するためにも使用された。プロセッサのアドレス1ドルに正しいビットパターンを書くことでロムや IO を隠し C64 の6 4イトのラム全体を見せることが可能であった。1985年に MOS は MOS 版の6510である8500を生産した。 製造プロセスが変更された以外、MOS 版の6510と実質的に同一である。当初8500は刷新された C64 である C64C で使用するために設計された。しかし1985年には古い MOS 版の C64 で少数の8500が発見された。これは1987年に公式に発表され、 新しい 85XX モーズチップセットを使用したマザーボードで使用された。最も一般的な 6510CPU のピン配置6510の派生である7501、8501がコモドールの C16、C116 プラス4パーソナルコンピュータで使用された。 2MHz で駆動できる8502がコモドール C128 で使用された。8502を除いてすべての CPU のオペコードは互換であったが非公開のオペコードに関するいくつかの差異が報告されている。コモドール1551ディスクドライブでは8本の iO ピンを持った6510である 6510T が使用された。これは Me トで信号が削除されている。ありがとうございます。